肉が目印、いつもはエッチなお姉さん竹内ゆきです。私ですか？はい、立花たんこと小野立花です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。突然なんだけど、りっちゃん、はい、整ったって聞いたことある？聞いたことあります。お、ある？あります。最近流行ってますよね。そうなんよ、うん、どんな時に使う言葉だと思う？もうサウナ？あ、ですよね。流行ってますよね。正解です。りっちゃんはサウナじゃよく行くの？全然行かないです。あ、行かないんだ。岩盤浴は行ったことあるんですけど、うん、サウナほんまに数回。岩盤浴とさ、ちょっとサウナって違うよね、うんうん、違いますね、うん、じゃあそんなりっかちゃんに、私竹内ゆきが今日はサウナの入り方をレクチャーしたいと思います、うん、やったー。早速入っていきたいと思います。もう熱い。うわ、熱い。いい感じに熱いですね、これは。すごい熱っ。でもなんか普段私はこの中にだいたい5分から、うん、まあ多くても、まあ、10分以内を入ってるんだけど、結構短いですね、まあ、意外と。そうですよね。でもこれね、うん、短いと思って私も最初入ってたんだけど、うん、めっちゃ長く感じる。じゃあ質問いいですか？どうぞどうぞどうぞ。なんか整うってよく言うじゃないですか、うん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 、どんな感覚ですか？あ、これ、うん、結構私言葉にするの難しいんだけど、うんうん、めっちゃ我慢して、めっちゃ我慢して、なんかもう、あの、飲み物飲む感覚わかる。あ、熱みたいな。もう熱い熱い熱いで、もうめっちゃ我慢して、うん、あ、家帰ったらもう冷たいキンキンのコーラ飲もうとか、あれ飲んで、わーみたいな。なるほどね。はーみたいな。最高の一口。最高みたいな感覚が、全身で起こってる感じ。ドク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 っていう、なんかこう。最高じゃないですか。そう。あれがね、整うって感覚だと思ってるんだけど、うん、なんか、その、整うまでの時間に、なんか何にも考えられない感覚があるの。まあ、行くと一緒みたいな。なるほど。行く感覚みたいな感覚。頭真っ白みたいな。うん、そんな感じだと思ってんだけど。サウナで行くが味わえると。まあ、ま、行くんとはなんないけど、なんかすごい、ああ、なんかすごい気持ちいい。気持ちかったな、あのエッチみたいな。あの、なんか、残りがエッチみたいな。事後みたいな、ね。そう、事後事後事後。なんか、そんな感覚じゃない。なるほど。どういうきっかけでサウナハマったんですか？サウナ、うん、いや、なんかね、それこそ私さ、結構運動するのが好きなんだけど、うん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 、なんか、汗を、その、書く習慣をつけると、うん、体を痩せたりするときに、うん、なんかめちゃくちゃ楽なのよ。あ、そうなの？そう。で、そっからさ、今サウナ、ブーム来たでしょ、はい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 、めっちゃいろんなところにサウナできるようになったから、うんうん、なんかいろんなサウナ見に行きたいなって思って、うんうん、ずっと続けてるって感じ、うん、何年前ぐらいからでしょ、どのぐらいだろう。あ、でも相当前。でもね、うん、サウナこんだけ好きですって言ってるのはここ最近じゃない、うん、それまではなんかもう別に好きっていうよりか、なんかもう普通にルーティン化、うん、なんか、まあ、大体この頻度でやりますみたいな感覚だったから、うんうん、やばいね。ちょっともうそろそろ限界じゃない、ね、背中もいい感じに。やばいね。背中やばいよね。私も背中相当きてると思う。もう、きてるよね。私もやばい。うん、あ、きてる。流れてるもん。めっちゃきてるわ。やばい。見えるかな。本当にやばい。汗めっちゃかいてるけど、流れてます。この辺もやばいね、汗。私もやばい。わ、すごい。え、やばいじゃん。すごくないですか？エチエチですね、これ。この辺。うん。すっぴんで入りたい。ね。なら、化粧を。いやもうそろそろいないですか？限界ですかね。ね、じゃあ、水風呂。行きますか。行きましょう。行っちゃえ。行こう。ゴーゴー。えい、よし。はぁ。熱い熱い。あぁ、気持ちいい。はぁ。いや、もう外だけどもね、気持ちいいんだけど。せっかくなら、ここから、水風呂行っちゃいましょう。じゃあ、始めます。じゃあ、こっち。おぉ、冷たい。あ、いいね。気持ちいいよ、これ。水風呂。行くよ。せーの。おぉ、あー、すごい。あー、なんか一瞬すごいさ、うん、なってくるじゃん、うんうん、でもなんかね、だんだんとこれね、入ってるとジンジンジンってしてきて、なんかこう、体の外側に膜がね、張った感じになってくるんだけど、これね、サウナの中だとね、羽衣って言って、なんかこう、着た感じになるって言うんだって。へー、初めて知りました。いいですね、気持ちいい、ね、この水
風呂は何分ぐらい入るの？あ、これ割と私短めなんだけど、うんうん、1セット目はね、うん、割と私1分以内かもしれない。あ、そうなの？うん、1分ぐらい。で、なんかね、2セット3セットやってきて結構体がもういい感じになってきたら、うんうんうん、まあ長くても私1分半かな。へえ。うん。うん、芯が高いなぐらいで、うんうん、ザパーって出ると、外が気持ちいいんですよ。なるほど。そろそろですよね。行きますか。行きましょう。じゃあ最後はですね、はい、整えていきましょう。よいしょ。こっちです、こっちです。じゃじゃーん。これ通称整い室です。お、これが？これがね、いいんですよ。じゃあ待って、一回りちゃんね、手前沿ってよ。回ります。いいでしょ、この感じもいいんだけど、うん、これちょっと失礼するよ。ほうほうほう、よっ、おっ、じゃじゃーん、最高。で、ここをキュッてやるとほら、止まるんよ。めっちゃ良くない？最高、気持ちいいでしょ。最高。もうここでもう目をこうやって閉じてポケーって、そう、寝ちゃいそう。よいしょー。いやー、これね、いや、これお家にも欲しいんだよね。これ確かにこれいいですね、バルコニーに置いて。最高ね。ね、あ、やばい、これはね、カメラに載せれない顔をするんだよ、いつも。あー、カメラ NG。 だんだんと眠くなっちゃうんだけどさ。確かに。これをだいたい、これなら私、まあでも5分、5分は絶対いるな。長いとほんと10分ぐらいぼーっとして結構お休みするんだ。結構よ、いるかもしれない、うんうんうん、ただやっぱ汗いっぱい出すから、ちゃんと水分をここでね、飲みながら。そうですよね。だから大体ね、サウナ終わってても最低でも 500ml のあれは絶対飲み干さなきゃ。うん、そうなんですか。あれよ、3セットぐらいやったらもう全部なくなる。まあそれ飲むか、それぐらい、うん、めっちゃ飲む、めっちゃ飲む。どれぐらい汗かくんですか。どんぐらいだろう ね。でも多分そのぐらいはかくんじゃないかな。きますよね、だら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 流れてくる。そうそうそう、ね。どうよこれ。いや、もう最高です。最高だよね、これね。あともう 1,2 セットやると、さらにこの整うが感じることができると思うから、もう一回行きたい。もう一回行きましょうか。行きたいね。以前ですね、お悩み整えサウナっていうのをやったの、うん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 、見たことある？見ました。あ、嬉しい。あれはね、この整うっていうものを使って、どうせならここであの悩み相談を受けて、なんかいい案が浮かぶんじゃないかと思って、確かに確かに、ここでいろんな話をして、悩みをじゃあみんなの答えちゃおうみたいな企画なんだけど、はい、実はね、今日はりちゃんも一緒に参加してもらいたいなと思って、嬉しいです。はいね、はい、ということで実際に今回もお便りが届いております、はい、ではりちゃんに読んでもらおうかな。じゃじゃん、お願いします。読みますね。はい。ペンネーム、ホワイトタイガーさんからです。ありがとうございます。僕はセックス経験ゼロの18歳の大学生です。おお、若いね。ね、若い。今まで女性とのお付き合いしたことはなかったのですが、大学入学を機に念願の初彼女ができました。おめでとう。おめでとう。ほうほう。はい、付き合って3ヶ月ということもあり、セックスを覚悟してデートに行くのですが、ラブホテルへの誘い方が分からず、今はセックスできていません。なるほど、スマートに彼女をラブホテルへ誘うにはどうしたらいいでしょうか、ちなみに彼女も僕も実家暮らしで、お互い初めての彼氏彼女です。あー、はい、なるほど。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、18歳、ピュアだね。人によってさ、なんていうの、もう付き合った初日から手つなぐとかさ、キスする子もいればさ、いや、そうですよね。キスまでさ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月かかる子もいるもんね。そうですよね。自分の中でもさ、初めてってあったわけじゃん。そうですね。初彼氏とかさ、あと初エッチとかあったけどさ、なんかその時とかさ、そういう誘われ待ちじゃないけど、自分から逆に行ったのか、実際に誘われ待ちあったよとか、あったりする？私、絶対自分から行けなかったですね。
なるほどね。恥ずかしすぎて、うん、そういう今やからこそ免疫あるけど、うん、そういうエッチなことを言ってはいけないんじゃないかみたいな、うん、絶対私から誘えなかったです。いや実際最初ってやっぱ恥ずかしいじゃん。恥ずかしい。1回目があればさ、その後バーって出るけど、うんうんうん、それ言っちゃうとさ、うんうん、ちょっと引かれないかなとかあったよね、うん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 、あそうなんだ、私割とね、うんうんうん、なんだろう、ストレートにはこう言えなかったんだけど、うん、初エッチいつにするとか、うん、ちょっとそういうの知ってみたいって向こうが実際に言ってくれて、うん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 、その瞬間にダムの結果みたいに、うん、じゃあ私これもしてみたくて、これもしてみたくてみたいなことを、エッチなことに関して、エッチもなんかこういうの私 してみたいですみたいなのを、うんうんうん、その時めっちゃ言っちゃって、でもそれって結局男の人のきっかけがあったから言えたことですもんね、うんうん、そう割と身構えずになんか結構その、うんうん、割とフランクに、うんうん、なんかそろそろさ、うん、なんかそういうのしてみたいよねって言われた時にドキッてなって、うんうん、なんかそれで、あ、じゃあせっかくならちょっと半年記念日にどうみたいな感じで約束そうして、その時4ヶ月とかだったから、うん、もう2ヶ月後ぐらいにした気がした、うんうん、でもこのカップルも3ヶ月って言ってたから、うん、ちょうどいい。そうだよね、だからどんだけ関係性が築けてるかとかめっちゃ気になるんだけどね。確かに。あ、どうだろうね。女の子からそういう話するので結構恥ずかしいっていう子が多いと思うから、う、ね、初めてやし、特にね、まだまだこう恋愛とかも始まった段階っていうところらしいから、これをねヒントに整えちゃおうと思いますよ、はいはい、じゃあもういい感じになってきたので、そろそろ行きますか。その前に行きましょう、はい、行きましょう。よいしょ。足を上げていたので。よいしょ。汗すごいよ。汗やばい。汗やばい。やばい。暑いですか？よし、もう、行こう行こう。熱い。気持ちいい。あ、いい。最高。せーの。あー。あー、気持ちいい。最高。いいね。最高です。あー。整いました。スマートに彼女をラブホテルに誘うには、王道ウルトラロマンチックデートをするべし。18歳、まだ2人とも初めての彼氏彼女、なんだかんだ3ヶ月だよ。3ヶ月でやっぱね、エッチっていうのはね、レベルがまだまだ高いのかもしれない。うん、ってなった時に、まずは思い出作りも褒めて2人で楽しいデート、王道のロマンチックデートがたくさんたくさんこの世にはあるはずなので、まず雰囲気作りからスタートしてみるのはいかがでしょうか。いや、それすごい大事だと思います、うん、何回もデートしてるうちにね、こうエッチなことばっか考えてるときっと君症状に出てくるはずなのよね。バレちゃいますね。そう、あんまり焦らず楽しい思い出から彼女に今日は帰りたくないっていう言葉をもう誘うように引き出せたら完璧です。この後ホテル行く、これです。どうでしょうか。素晴らしい、はい、その通りです。ちなみに、うん、リカちゃん、今までで一番キュンとした誘われ方とかあったりしますか？私は、うん、何も言われずに無言で押し倒されると一番キュンってします。ピュアボーイの話聞いた後にちょっと過激だわ。私にこれからも整えてほしい性に関するお悩みがあったら下のコメント欄に書き込んでみてくださいね。はい、じゃあこの動画が参考になった場合はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、以上竹内ゆきとアメリカでした。バイバーイ。